じゃあ次は神道の、言霊の理論はどうなってるのか。例えば一番初めの国生みのところの神話があります。で、イザナギとイザナミの御事っていうが主人公ですよね。で、このイザナギとイザナミは高間ヶ原では神でした。イザナギ、イザナミの神と書いてありました。ところが地上界に降りてきてからは御事って書いてあります。だから神と御事はやっぱり違うわけですよね。で、その古事記における言葉の使い方も奇妙です。例えば命って書いてね、正し書きにこれは御事と読みなさいって書いてあります、古事記に。だから命と書いて御事って絶対読めないでしょ、普通ね。これは何だろうか。で、御事って何か言うと、その天が神や人にお命じになった言葉のことが御事って言います。御言葉って意味ですよね。で、その御言葉が人とか神の心に宿って命を持ちます。そしてその命令の言葉が成就するまで命を持って働き続ける。古代の人は当然そうだと思っていて、それで命という意味と、それから命令という意味を持つ、命という字ね、漢字に御事と振り仮名することによって、そういう意味を全部含ませようとしたわけですよね。だからこれはなかなか素晴らしい言葉、言語感覚だったと思いますけど、だから御事っていうのは、言葉が命を持って、その使命を果たすまで働き続けるということで、これ言霊と同じ意味を持っています。だから御事イコール言霊なんですよね。で、ここだけでもうこれで言霊っていうのがあったんだなっていうのが、当時の人は当然そういうものがあると分かっていたんだなっていうのがわかりますよね。で、まず今国生み神話をこれからちょっと説明していきますね。ここに言葉と、心と現実世界の話がちゃんと理論ではないけどストーリーにして説明されています。で、まず、イザナギとイザナミの神は天上界高間ヶ原において天命を受けます。ということは神様の御事を受けます。お言葉を受けます。これはどんなお言葉やったかと、国生みをしてきなさい、地上界に降りて国生みと、それから神様、その国を正常にする、発展させていくのに必要な神様を生んできなさい。で、国生みと神生みをしてきなさいという御言葉を受けました。そうしてヌボコ、ここですね、ここ槍のようなもので、先端にモロハの刃がついているやつ、矛と言いますけど、その矛を授かりました。その名前がヌーボーコ。で、ヌっていう言霊って実は主っていう意味で、主人という意味で、主なる矛。矛は意志のシンボルですね。だから主なる意志、中心となる意志をこの天命、御言葉にしなさいっていうのが意味でヌボコを授かりました。そうして雨の浮き橋をずっとたどって降りてきます。雨の浮き橋って天と地を結ぶエレベーターのことです。で、そういうエレベーターがあるんですよね。で、それはよく臨死体験した人が光のトンネルを通ってとか言ってますよね。あの光のトンネルというのが実はこの雨の浮き橋のことです。それを伝って降臨してきて天と地の中間地点に立ちました。そうしてヌボコを、矛ですね、さっきの。ヌボコを海に差し下ろしました。海、だから下はまだ国がないから海ばっかりだったんですよね。その海っていうのは実は、これも、産むっていう海。海と海って同じ言葉でしょう。だから海っていうのは生み出すもんなんですよね。だからこの海っていうのは心なんですよね。心のことを海に、海という形でシンボル的に表しているわけです。で、そこに差し下ろしたというのは、心に神の言葉をしっかり固定させるために、据え置くために下ろしました。その次どうしたかというと、香炉香炉と唱えたって書いてます。
で、コーロコーロっていうのは固まれ固まれという意味です。だから、その今の神様の言葉が心の中で固まって中心な命を持つ、そういうふうに しようとして、そういう言葉を海の真ん中に入れた。そうしてかき回したって書いてある。で、かき回した渦ができるでしょう。で、どういうことかというと、その言葉を中心として渦を作るわけです。その渦というのは引き寄せるでしょう、全てのものを。だから、その神様の言葉が実現するまで、全てのものを、必要なものをどんどん引き寄せるっていう、そういうことですよね。そうして矛の先より滴り落ちた潮が重なり積もって小野五郎島になりましたって書いてます。小野五郎島で、この小野五郎島が心の中心に神の言葉が命を持って拠点となったっていうことを表しています。で、斧っていうのは自動的に、斧ずからっていう意味です。で、ゴロはニコゴリとか小ゴリ、昔、氷は昔小ゴリって言ったんですけど、だゴロっていうのは凝固する、固まる、現実化するっていう意味です。が、自動的に現実化するっていう意味、そういう島が、拠点がちゃんとできましたよということです。で、それができると、あとは自動的に全てのものを、必要なものを引き寄せて、神の言葉が現実となるわけですよね。そういうことをここでは、この神話の形で表しているわけです。それから、日本の心という言葉も素晴らしいですよね。心は心です。だから、固まる、凝固するということで、言葉を、そういう言葉を書くとして現実化する、自動的な、自動性を持っているのが心なんですよ。というのが、心という言葉自体にもそういう意味が、心という意味が、現実化するという、自動性を持っているという言葉がちゃんとついている。昔の人は分かってたんですね。本能的に分かってたから、そういう言葉を、心に、心という、発音を当てたわけですよね。だから、神道の言霊理論というのは、そういう理論的ではないけど、ストーリーの形になっています。で、このストーリーになっていると、どういういいとこがあるかというと、ストーリーだったら、子供でもこれよ、お話を聞かせてもらったら、うんうんって興味深く聞きますよね。そうすると、それが定着するんですよね。理論的なものだって頭に入ってしまうんですけど、こういうストーリーの形にすると、体全体に入るんで、そうするとそれが定着します。そうすると、いざそういうものを作っていく必要があるような、そういう危機とかピンチとか、そういうふうな、場面にやってきた時に、その体に定着しているそういう神話、が発動して新しいものづくりをすることができるので、だから、そういうストーリーの形になっている、神話を持っている国民は強いというのは、そういう意味です。だから、理論になってたら頭だけの話になってしまうんで、体にちゃんと根付いたものになるためには、物語でないとダメなんです。だから、僕はいつも言ってるのは、神話って大切ですよ。神話がない民族はやはりダメなん、いざという時にダメなんですよということで、日本人にはちゃんと神話があります。で、ユダヤ人なんかにもちゃんと神話があります。キリスト教の人もユダヤ教の神話とつながった神話をちゃんと持っていますよね。そういうところは強いんだけど、もうどこの国とは言いませんが、なんか神話がやっぱりあやふやな、あんまりはっきりした神話がない国っていうのは、やはりいざという時に弱いんだと思います。で、一応ここまでですよね。だから、言葉が現実となるメカニズムっていうのは、だいたいそれで分かりましたね。で、日本の、そういう言霊理論っていかにも素晴らしいな、すごい一番使いやすい、そういう形になっているなっていうのが分かったと思います。それから次ですよね。クエスチョン3、神道ではそういう言霊の神様ってあります、どなたですか、そういうのを質問に作っておきました。じゃあ、キリスト教にはその言霊の神様がいるのかなって言ったら、僕はヨハネさんが言霊の神様だと思います。
で、そんなこと言うとキリスト教の人は怒るんですよ。神様は一人しかいないんや。で、って言うけど、まあ、日本、神道的に言うとヨハネさんが言霊の神様でもいいわけですよね。で、よくこれは、神道なんか、古神道の人たちかな。言霊の勉強してる人たちはよく言うんですけど、ヨハネっていうのは、ヨウ、世界のヨウですね。世界を発する。ハは、発っていう感じね。それからネっていうのは音っていう。だから、ヨウを発する音。だから、世界を構成する音。これがヨハネというんだ。そういう意味があるんだっていうのを、そうよく言いますね。それから、実はあいうえお48音あります。これも4つ、4がヨで、8がハで、音がネですね。だからヨハネなってるんで、まあ、キリスト教で言うとヨハネさんが言霊の神様だろうと思います。で、神道ではどんな神様がいるかというと、小言結びっていう神様が、小言結びの御事っていう神様がいらっしゃいます。で、これはどういうことかと、こと、言葉のことと、現実のこと、事件の事ですよね。こと、こととことを結ぶ、結び、結ぶ仲立ちをする神様を、ことをプラスことで小言って言って、小言結びの御事と言います。だからこの神様が一応、言霊の神様の、まあ、原点のような神様です。でも不思議なことにはこの神様はあんまりお祭りされてないんですよね。で、ちょっとインターネットで調べてみたら東大阪市に中村神社というのがあって、そこではお祭りされてるそうです。この中村神社というのは中富市の流れの方々がこの辺に住んでたからだそうで、これは後でまた言いますけど、中富市は言葉の御用を朝廷において言葉の御用をしていた人たちが中富市で、中富市というのは、天と地を中立ちをし、中っていうのは天と地の中、真ん中っていう意味で中立ちをするっていう意味で中です。そうして、神の言葉を、伝えて天皇や朝廷に、伝えたり、あるいは、天皇や朝廷の言葉を神に届けたりする。そういう役割をした人たちが中富氏と言います。で、小言結びの神様の子供が雨の小屋根の御事と言われています。で、雨の小屋根の御事の小屋根って変な言葉なんですけど、一説ではですよ、小屋根っていうのは小屋根のことで、声と根って書いて、音って書いて、小姉のことだろうと言われています。だから、要するに言葉の御用をする、祝詞なんかをあげられる、あげられたと言われ、雨の岩戸の神話で活躍されましたけど、祝詞を創上して、天照大御神を、引き出したと。そういう、功績のあった神様って、祝詞を唱える神様なんですよね。言葉を唱えるでしょ。だから、雨の小屋根の御事は、言霊の神様。ということになります。で、この神様も、あらゆるところでお祭りされています。これは、中富氏から藤原氏が出たわけで、藤原氏は繁栄してましたから、いろんなところに春日大社。で、全国各地に春日神社というのはありますよね。それから、その春日大社の元になったのは平岡神社。これ大阪なのかなということ、そういうところでお祭りされている神様です。